人の家のゆきと申します。先週の、お渡しした、回答に関して通知文へのご返事はいただけないでしょうか。何もお話しすることはないということはないと思うんですが、今回の通知文には改めてちょっと追加で、お願いを書かせていただきました。ちょっとそれを読み上げさせてください。はい。はい、まずですね、早速読みましょうか。飯山由紀イメージをめぐる融合書への回答などについて、昨年イメージの上映とトークイベントが東京都人権プラザにおいて開催となった件をめぐり、作者でプレカリアトユニオン組合員の飯山由紀は3月1日、企業所に要望書とともに約3万筆の賛同署名を提出しました。プレカリアトユニオンではこの要望書への回答を書面で提示するとともに対面での話し合いの場を設けることを求める旨、これまで、書面だと3度になっておりますけど、もっとですねにわたり寄付書に文書を送付しています。しかしながらこれまで一度も回答いただいておりません。改めて要望書への回答とともに話し合いの設定を求めます。加えて5月31日水曜日に送付した飯山由紀イメージをめぐる開示資料第2期企画展の付帯事業にとして計画していた隠滅から精神障害者の人権や複合的な差別について考察する上映とトークについてに関する抗議と要望への回答も含めます。これは開示文書内で、隠滅が人権侵害にあたる表現があるというふうに人権部が判断した、昨年7月の判断について回答を求める内容です。そしてですね、今回新たに外加えたところに関しましては、本通知文に対して書面での回答がないため、私たちは6月27日より、都庁前の街頭にて抗議のリレートークイベントを行っています。抗議活動に参加している在日コリアの男性のスピーチが、現在オンライン上で不特定多数の方から、帰れなどのヘイトスピーチ、誹謗中傷の対象となっています。松本さん、ご存知ですか？存じてないですか？わかりました。で今回参考資料として、270の投稿を資料として添付いたします。はい。で近年ですね、ネット上の誹謗中傷が原因と思われる自死事件が相次いでいます。東京都が本要望書の回答と申し入れに真摯に対応しない姿勢が当事者へのオンライン上のヘイトスピーチ、誹謗中傷を悪化させている事実と、東京都オリンピック憲章に謳われる人権尊重の理念の実現を目指す条例の趣旨に照らして人権尊重の理念を浸透させる都の責務にのっとり、改めて2023年8月16日水曜日までに要望書への文書での回答と合わせて話し合いの候補日を複数文書にてご連絡ください。以上です。いかがですか？ご感想などは。改めてお話しすることはございません。なぜ話すことございません。では私はメンタルです。大丈夫。人権部が発出したメールによって今回のような事態になっているわけですが、逃げちゃう松本課長、逃げちゃう、また今回も逃げちゃう。私は今ネットで帰れとヘイトスピーチを受けていることについて人権部はどう思う？逃げるか？課長、松本課長、背中を向けて逃げるか？人権から。今日は小野さんはいらっしゃらないんですか？企画課長の。人権部の皆さんも松本さんと小野さんだけに対応を任せるのは無責任すぎると思います。この問題は人権部全体の問題ですよ。課長のメンタルヘルスは大丈夫ですか？皆さん、どなたも対応されないんですか？まだ松本課長、今回の通知文受け取ってませんよ。どなたかに受け取ってもらわないと困るんですが。課長が目の前で逃げちゃう状態なんですよ。これいつもこんな感じなんですか？ある時期からこうなっちゃったって感じですね。今日はちょっと
いつもより話に応じないですね。あら、前回もっと長かったですね、うん、前回松本課長が最後までここに来て話を聞いてくださった時があったんですね。でその時は実はあの路上まで来て話を聞いてくださったんですよ。でそれで、あ、平和的になったというか人としての対応を見せてくださったと思ったら、うん、次の翌週来たら、まあ、なんかちょっと魂が変わったようにまた硬直した対応されていて、同じ人が人が変わっちゃったようになってしまって、多分何か東京都内で取りまとめがあったんだと思う、対応しないようにみたいな言葉が入ったとしか、ちょっと普通じゃないじゃないですか、今のおっさり方も、うん、もう話すことありませんのでと背を向けて逃げるように、これいわゆるここパブリックでグローバルで税金を払っていて公の場所なんですよね、うん、で相談に来てるのに話すことはないと言って課長が いなくなるって、一応、まあ、民間の企業としては倒産です、うん、そんな会社はないはずです、うん、あの人権部職員の方どなたかで松本さんに連絡を取って戻ってきていただけるようにお願いできないでしょうか。あの資料だけ持ち去られて要望書への回答の通知文を受け取りになられていないので、私たちもちょっと帰るに帰れないんですけれども、いかがでしょうか。どなたか連絡していただけませんか。これじゃ税金泥棒だな、対応してくれないなら。大丈夫か。今日のこの様子をまたネット上に上げられて、人権部が東京都としてあの差別の問題、歴史否定の問題、当事者が参加する問題の運動に対してこういう態度を取ってるんだってものがオンライン上に上がったら、また多分排外主義の人たち、ネット上の人たち、ああやっていいんだ、攻撃していいんだって思うと思いますよ。日本社会では、ああこういう声に対してこういう無視っていう態度でいいんだっていうのを行政の人が示していたら、ああこれでいいんだって皆さん思いますよ。それでいいんですか。人権部の松本課長が逃げてる今の間も僕はネットで誹謗中傷を食らってますよ。人権尊重の理念を浸透させるのは都の責務っていうことは、 都の職員の皆さんの責務ではないんですか。あなたたちの態度が、お前は日本から出てけ帰れっていう言論につながっている、そう思ってしまう。私は日本人の人権だけ扱ってればいいんですか。ここの部署は実際フニさんの誹謗中傷の書き込みの中に東京都民は日本人だけだっていう書き込みがありました。あなたたちがやってることと一緒ですよね。否定してくださいよ。人々はしっかり受け取ってるんですよ、こういう姿勢を。こんなんだから東京都反人権部なんて揶揄されちゃうんですよ。悔しくないんですか。反応ができない。これお父さんお母さん泣いちゃうわこれ、うん、あなた方は誰かを差別したり区別したり不平等に扱うために都の職員になられたんですか。何かこうスイッチをオフしないとこういう状態にはならないね。何かを切ってるな君たちは。え、待って、本当に誰も対応しないつもりでいるんですか。このなんていうんですか、私たちの申し入れに対してこういう態度を取れっていうのは多分答え返ってこないと思いますけど、人権部自体としての総意なんですか、それとも総務局とか東京都全体としての態度なんでしょうか。むしろ俺ら以外にもこういう態度取ってるわけ。24時間ライブカメラ設置したくなっちまうな。みんなにこういう態度取ってるのかい。
それとも変えてるの人で態度を、人で態度変えてるのかい、それとも公がこれなの、どっち。広報の沢田、広報沢田、広報沢田、なんで今の対応になってんの、あんた。すみません、ちょっと今、都民の接客。都民の接客、はい、いやいや、ここも都民。いや、うちらも都民だし。はい、すみません、ちょっと私、ちょっと話をちょっと。名前なんていうの、少子と申します。役職は、統括課長代理。統括課長代理、はい、松本課長どこ、課長さんのじゃ代理ってことなんだでいいよ。場所用意してよ。はい、ずっと立ってるから今。すみません、沢田の方ちょっとご連絡取らせていただきます。いや、沢田にはね、もともとこの時間に今日来るって言ってあるの。それで資料を持ってきてくださいって先生お願いしてたんですよ、うん、資料を持ってきていただき、あんたたち急に来たら困りますよってめちゃめちゃ怒られたからさ、はい、じゃあ次回この時間のこの日に来るねって、それまでに資料用意しといてね。あ、わかりましたって。じゃあちょっと連絡取らせていただきます。少々お待ちください。どれぐらい、俺が声でかくしねえと反応しねえんだな。声出させんなよって。沢田さんに対応をつけるのも良くないと思いますよ。今回のことって本当は人権部が対応するべきことじゃないですか。いや、松本課長代理も対応できないからね。というか部長とか川上理事いないんですか。人権部の部長に私一度も会ったことないんですよ。部長に会わせてくださいよ。部長さんはいつだったらいらっしゃるんですか。庄司さん、松本応答。この件について議会で答弁してるのって川上理事と前の吉村部長ですよね。議会答弁してる責任者この窓口に連れてきてください。お願いだから。脳のメモリに沢田ってのを覚えておくのも結構だるいバイトなんだけどな。すごい。なぜ俺がそこに経費使わなきゃいけんだ。沢田というメモリを消したいのだが。あんたたちは弱い者いじめをしてるよ。清掃しながら弱い者いじめをしている。しかもオフィシャルで。差別は人を殺すよ。あなたたちの態度で人が死ぬかもしれない。どうでもいいべ、肉薄しねえから。ないんですよ。結構その公がまずいんですよ。割と。なんか奥の方で会議してる人たちいらっしゃるじゃないですか。うん、あの人たちは何なんでしょうね。あ、沢田さんが来ました。あのこの前お話しあった、うん、あのメディアが撮影できないと。あ、ちょっと執務室内にこれの撮影はご遠慮いただけますか。ちょっとこちらに書いてあるんですけれども、うん、ちゃんと説明して。庁内管理規則というのがありまして、うん、その第5条の中に、次の一つの該当する行為をしてはならないというところがありまして、うん、第13号に、庁内の秩序を満たし公務の円滑な撮影禁止じゃないですね。撮影禁止ではないですね。うん、違うじゃん、この人。ですから、これが執務室内に向けて撮影をするということが拡大解釈じゃないですか。いや、違いますね。秩序を乱すことになると
え、どこに書いてあるの、明確に。え、そこには解釈があります。ちょっと待って、はい、どこに書いてあるの。え、ですから解釈です。あんたが解釈したのは何。この町内管理規則です。じゃあ俺ら取ってもいいんじゃん。え、そんなことないですね。あの、ですから、これ なぜ秩序が乱されるかというと、まあ、この前もご説明しましたけれども、あの、どの文章がどういうふうに解釈してるの教えて。どの文章、まずこれです。これって町内の秩序を乱し、はい、公務の厳罰な遂行を妨げること。お、はい、まともに、うん、要望書を送ってお返事がないので、こうやって申し入れに来てお返事してください、回答を出してくださいっていうような行動に出てるわけです。はいはいはい、ですから、この秩序を乱すというところが、あの、まあ、人権部からの説明があったかもしれないんですけど、ないよ。いや、執務室の中で、まあ、個人情報があったりだとか、まあ、いろんなご相談を受けたりだとかするところがあるので、そこについて人権部は窓口対応してませんよね。人権プラザですよね。言われたから取るわ。言ってみ、ちゃんと。じゃあ撮影するのであれば、ちょっとこちら向けてはやめてください。うん、はい、じゃあちょっと、じゃあこちらでご説明いたしますね。はい、じゃあちゃんと説明して、はいはい、説明します。いいですか。待って、はい、じゃあなんで撮影しちゃいけないかをちゃんと説明して。こういうこう他部署の方、はい、人なんか、いいですか、じゃあちょっと人質みたいな犠牲、はい、みたいにするのはやめてくださいよ。松本課長にしても、いい、まあ、人権部の一番の責任者がちゃんと対応してくださいよ。それというのは、皆さんもなんか対応を窓口でするのが嫌だったら責任者ちゃんと出てください、対応してくださいって、ちゃんと責任者に責任を押し付けてくださいよ。それが難しいんですか、人権部は。撮影も入ることによって、うん、責任者にお前らやれって言われたら、うん、それらが、うん、やりますって言うしかないんですか。放送されたりとかする。そんな状態おかしいじゃないですか。責任者にちゃんと責任を押し付けてくださいよ、皆さん。控えたりとか、あとはあの、まあ、資料を隠したりとかしなければならない、うん、といったところがあるので、そこに向けての執務室に向けての撮影はおやめくださいと、うん、ということになっています。分かった。はい、うん、禁止じゃないじゃん、それ。あ、ですから、解釈でしょ、そうです、はい、うん、こっちは、はい、こっちの解釈の話ですると、はい、こっちが反応してくださいと、情報をちゃんと出してくださいって言ってるものに対して、はい、反応してないわけ。ですから、それは、になるんだったら、ちゃんと対応してください、人権部として。何の反応もしてない。田村さんに対応つけるのが悪いなと思ってるんだったら、人権部として他の職員の方に対応してください。業務が滞っていると、俺は感じるから、ちゃんと仕事してねと思って取ってる、はい、逆に。ですから、まあ、この前もしましたけれども、うん、あの、執務室の向いてないところでの頭取りの撮影はしましたよね。うん、ですから、あの、だから執務室に向けてのところについては、これは禁止ですということを言っています。なるほど。はい。はい、執務室に向けては情報とかが出ちゃう可能性があるからってことだね。そう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 。じゃあそれ取らないようにするよ。はい、ですからそういうことをこの前は申し上げました。今ここに実際にオンライン上でちゃんと説明してくれるとヘイドスピーチとか誹謗中傷を受けている当事者の人が来ているにもかかわらず、なんか別の、なんていうんですか、上映会とかイベントの進行をできるんですか。画面が細かくて文字もちっちゃかったので、うん、なかなかそこはできなかったと。うん、ですね。せめてここは窓口業務してないので人権プラザに相談してくださいとか、法務省に連絡してくださいとか、自分が知っている権限で一言何か言うもんじゃないんですか。まあそこはあれですね、まあそこはまあ、解釈の違いだから、いくらこう人権部の事業が中心になって、まあ、ずっと毎週1回申し出に来てるクレーマーみたいな人たちかもしれないですけれども、その中に人権侵害を受けてる当事者がいたら、きちんと対応するのが人権部としての筋なんじゃないですか。ちょっと思うことあるから撮る、うん、ですから執務室に向けての撮影は先ほど言いますけども、やめてください。うん、はい、分かった。であと、まあ言葉もあの電話とかも入ったりとかするかもしれないので、録音とかはちょっとそこは、うん、支障ないところにしていただきたいと。広報の澤田君から見て、この、うん、松本課長の対応のなさどう思う。ですからそこはあの私の個人的に言ってみ、個人的にもオブレコでいいから、答え出さないから、アップしないから、立場にないので、うん、そこについてはあのお答えできません。どう思う、はい、個人的にどう思う、そこは個人がない、個人がない、あの、個人の意見ない、こういったところで、あの、アイヒマンか、アイヒマンか、何もいいんだから、所有権持って、アイヒマンか、別に取っても OK と、そんなことは言ってませんけれども、まあ、そうなんだ、はい、なので、あの、はい、先ほどの説明については以上になります。アイヒマンか、はい、よろしくお願いします。え、なんかさ、っていうか、え、何、これで終わり？マジ？あれ、え、なんで、なんで、ちょっと待って、なんだこれ、そう、だから、そうで、もうとりあえず理由なしに取るなだけ。取ることについて。で、本当は公務員肖像権ないし、あの、そこについて言った時にごまかそうとしたから、
ちゃんと書面で次回何時に来るから、あの出してねと、で結局禁止とは書いてなかったし、解釈の問題だったということですり替えられたんで、まあでも感じ分かりましたよね。この人間じゃない感じ。今日同行していただいた方はプレカーレアズユニオンの組合員とかではなくて、この人権部の事件についてオンライン上で広報をして、申し入れに来てくださいねっておっしゃ、あの募集したところ集ってくださった方が来ています。あなたたちが今お仕事をしている相手にする都民の方もいらっしゃると思います。松本代理、庄司さん、落として話、我々も行かなきゃいけないから。関東大震災の起こったのが9月1日なので、もうあと2週間3週間ほどで9月1日のその日になります。なんていうんですかね、もう何度も何度も話してる話ですけれども、東京都として、この東京都としてというか東京都人権部がこの事件に際して何もその事業をしない、イベントをしないというところで本当にいいんですか。日本人が朝鮮人を識別しようとして、朝鮮人をはじめとする中国人、被差別部落の人、聴覚障害者など、そして多分その中には間違って殺された日本人の人もいると思います。ある人たちを見分けようとして、その人たちと そうではない多くの人たちを殺してしまった事件です。人権部が真摯に100年目に際して向き合わなければいけない、考えなければいけない事件だと思います。これは私たちの上映の問題とは全く関係がないわけではないですけれども、ある意味無関係のことです。人権部としてそうした歴史に何も向かい合わない、自分の所感ではないっていうようなすごく冷淡な対応で本当にいいんですか。その姿勢自体が都民に対して、東京都はもう一回あの事件を見過ごす、発生させるって言ってるのに等しいってことがお分かりにならないんですか。ガバメントスピーチが大事だと言いますけれども、小池百合子都知事がそうしたコメントを出さないのであれば、人権部として何か一言事業なり声明を発してください。それだけでホッとする当事者の人たちがどれだけいるか分かりませんよ。あなたたちのその冷淡な態度が間接的に人を殺したり差別を発生させたりしているってことにいい加減気がついてください。松本課長代理、東京都民の接客はしないですか。聞こえてるでしょう、庄司。さっき都民の相手してるって言ってたよね。こっちはしない。理由は、対応に差をつける理由は何。さっき東京都民の接客をしてると言って、こっちの対応しない理由は何。今人権侵害を受けている当事者が生きていて、それに耳を傾けないで一体どういう人権施策ができるんですか。あなたたちは一体何に基づいて人権施策してるんですか。東京都の理念ですか。差別をなくすために仕事をしてるんじゃないんですか。あんたたちよりきつい言葉俺毎日かけられてるよ今。だったら日本出てけよって。俺辛いよ結構。あんたたちも俺らにガミガミ言われてるかもしんないけどさ、なるべく言葉選んでるぜ俺。でもネット上で毎日帰れとかさ、太りすぎだよおめえとかさ、あんたたちの態度民衆が見て言ってるよ。お前ら仕事してるふりすんなよマジで。電話かけてやってる感出すなよおい。何も変わってねえじゃねえかお前。何百年経とうが。人権部って皆さんどういうきっかけで作られてるか知ってますよね。ブラック差別をなくすために童話対策法のもとに作られた部署ですよ。
それが出発点にあるところであなたたちは仕事してるのに、今自分たち何してるんですか？加害の歴史に向き合わないと、必ずそれ100年後か200年後か分かんないけど、その加害の歴史に向き合わなかったことに殺されるぞ本当に。東京都の職員の方って、私多分私なんかより全然勉強ができて難しい試験に通って今このポストについていらっしゃると思うんですけれども、なんていうんですかね、自分のお仕事に信念持っていらっしゃらないんでしょうか。自分のその仕事で結果的になんていうんですか、組織に従うことで何か結果的にその東京都に今暮らしている人たちの命とか安全とかそういうものの危機を加速させている、脅かしている、そういう自覚って終わりですか？ないんでしたらぜひ持っていただきたいです。いや、子供に見せたいわこの仕事っぷり、マジで。こんだけ訴えても無視されんだったらもう大変なことになるこれ。というか今この状態が東京都人権部が あのメールを作った場所なんだなっていうところを様々と見せつけていると思いますよ本当に不寛容で差別的な場所ですよ。上からの指示にしか従えない、下からの声に一切耳を貸さない、こういう場所だからああいうメールが出たわけですよ。ですし、あのメールに向き合えない。いやー、ほんと朝鮮人、中国人虐殺のデータが全く出てこなかったけど、日本人も死んでんのになぜ朝鮮人や中国人の死んだデータが出てこないかって、その地続きにあるよこのメール。反応がないんだもん。なくしちゃったことにしようと、逆に不自然だよ。何も残ってないやん。やめたよ。ああ、お疲れ様。今割とガンガン言ってたんですけど、ですね、こっちにもカメラ向けなければ撮っていいんですけど、今ちょっと人が誰も出てこなくなっちゃったんで、なんていうか、多分 こっちなら大丈夫じゃないですか。ここがなんかね、こっち映すと。ここはダメで。あ、そうなんです。うん、今映画監督のオーチュンゴンさんが合流されました。オーさんは隠された爪痕という素晴らしい、もう関東大震災に関するドキュメンタリー映画を作られた方です。オーさんは今新作を撮影していて、この人権部の対応や、抗議のリレートークも、映画の中に収めてくださるそうです。誰か出てくるの、対応するの。もう終わっちゃった、逃げちゃったんです。逃げちゃった。はい。なので、ちょっと早めに回してくれ。1分も対応してくれなかったです。言うことはないです。誰かやったら対応するのが役所なんじゃないの、はい、ダメなの。いや、役所じゃないんですよ、ここ。誰も対応してくれないんで。でも、向こう側撮影すれば、撮影やめてくださいって出てくるかも。うん、ああ、じゃあ、すみません。撮ってもいいよ。撮影ではなくて、うん、なんだろう、こう。対応ね、応対は最初の1分ぐらいで終わっちゃって、うん、終わっちゃったの。そう、あ、もうすることないって言われて終わって、うん、ちょっと待ってよって言ったら逃げちゃったんで、うん、向こうの人に、まだ受け取ってくれてないので、これが全部で人権部なの。そうみたいな。そうですねなんかあっちの方行くと他部署になるって確か聞きました。話で終わったら何か物を渡したんですか。渡せてもないです。渡せてもないです。フニさんの誹謗中傷、これ受け取らないの。まだ受け取らないです。受け取ってもらうにお願いをしようと思います。これからあげるの。はい、そうです。あげる。ちょっと待ってて。はい、わかりました。準備してるから。準備終わったら教えてください。終わったら下で車の前でやるね。そうです。これね、本当一人でやってると俺がやっぱおかしいのかなと。そんなことない、そんなことない、そんなことない。でちょ、俺がやっぱ、俺が余計なこと言ってんのかなって思っちゃうんですけど、そんなことない、そんなことない。見てもらったら分かる通り、無視ですよね。僕がおかしいわけじゃないですよね。いや、おかしいのはあっちだから、どう考えて。でも俺がおかしいって思っちゃうんだよ、これ。分かる分かる。それは。旅行の対応一つで、やっぱ俺が精神おかしいのかなって思わされ続けている。
やっぱほら数がマジョリ圧倒的マジョリティだから。じゃあこの前フニーさん大きな声出さないでくださいって怒られたけど、うんうん、大きな声出さないと届かないです、ね、届かないし出しても分かってくんないじゃん、うん、だからさっきね俺の声を消すな、そう飯山さんがなんでこんな大声出さなきゃいけないのかってうん、っていうさ、いいこといっぱい書いてある。人は皆法の前ではどのようなことを言っても嘘っぱちですね。差別は許されませんとか。差別この対応ダメじゃないの。入ってくださいって言われて。これもあるよね。ヘイトスピーチ許さないとかもあるんだね。これもいやー、殺されちゃいますよ。ヘイトスピーチ。こういったところの態度と、うん、全部一言なんですよ、ね、ないことにして、あなた方小池百合子都知事が変わって、うん、もしすごくリベラルな都知事になったらコロッと態度変えるんですか。変えるでしょうね。向こうはあまり嫌がる。それでいいんですか。黙って書き取るとか後で編集するから、うん、このメンバーとか、うん、この方も持ってるものを見て、この人たちに刺さる言葉って何なんだろうな。なんかですよね。いや本当ちょっともう引っかかるところがないなさすぎて、母ちゃん泣いてるぞとかでもダメだなこれ。もう母ちゃん泣いてるぞってもダメだな。ここまでの週は初めて。結構初めてかもしれない。松本課長がもうちょっと前まだ対応してくれてもう一人代理とか。誰か松本さんに変わるような。なんか明らかに今日は、はい、仕事を続けます。あそこを持って去っていきますって傲慢してたじゃないですか。あそこまで見せつけられたの初めてですね。これ違うじゃん。そこまでしっかりできるってことは分かんないで、なんか見まとめがあったんで。いやいやいや。あんたたちさ、今仕事中だろう。仕事中でしょう。誰か対応する人いないの？俺たちプライベートで来てるけど、あんたたち給料発生してるでしょ。こっちプライベートで来てるよ。で待たせんの？肥料泥棒だな。言いたくねえことばっかり言っちゃって本当。窓口に来ている人を人として扱わないっていうのもそれこそ本当に人権侵害だと思いますよ。これはまあ9月の1日にガイドライン出さないとね。ヘイトクライムとかヘイトスピーチしちゃダメだよって、人災で人殺しちゃダメだよって、そういうガイドライン作った。また大きいんだよこれ。この前都庁で俺言ったら帰れって言われてんだから、死ねとか殺せとか出てくるよこれ。人権部、人権部、東京都人権部。言葉すごいなこの響き。東京都人権部、言葉の響きはすげえなこれ。生きてる人間埋めんなよお前。ないですね。生きてる人間。俺今生きてんだ。そうですね。俺生きてるんだよ今。でも死ぬかもしんない、もしかしたら。ヘイトスピーチやヘイトクライムで。その可能性を下げてくれっつってんの、東京都人権部に。あんたたちの態度で救われる命あるかもしんないんだから。地震が起こったら、朝鮮人が井戸に毒流しましたとか言うのやめましょうねとか。そういうガイドライン作った。未だになんか震災起きると、山手線で外国人が包丁振り回してたとか、流言でも全然あるよ、未だに。反対側から、この女の子が見えたら、向こうから、向こうで待って、この女の子が見える。スピーチじゃなくてクライムになるんだよ。京都のウトロで朝鮮人が住んでるところに火をつける。理由は朝鮮人が住んでるからだよ。今そういう時代に生きてんだよ俺。で助けてくれっつってんの。
あんたたちの態度で差別助長する可能性あるから、なんとかそれガイドライン作って助けてよって。伝わんないんだよね。すごいグロテスクだ。こりゃすげえホラー映画だよおめえ。脈々と系譜が残ってるわ、ここに。いや、ほんと俺の口はこういう口じゃないんですよ。こんな汚いことを言う口じゃないんですけどね。いや、またこれをね、家で一人でブツブツ言ってたり、道端で歩きながらブツブツ言ってたら、あの人頭おかしいね、なんだよ。おかしいの俺じゃねえよな。な、正直。俺がおかしいか。人権施策推進課の担当の方いらっしゃらないんですか？松本課長が逃げてしまったので、どなたか対応してください。今日持ってきた通知簿をまだ受け取っていただいておりません。人権施策推進課のどなたか課内の方いらっしゃいませんか？私の関係は私が受けてますので、あの担当は松本と同様になりますが、あの要望者は私の方でお預かりします。はい、ちょっとあのせっかくなので撮影サイトのことで受け渡しの場面ちょっと外でも結構ですので撮影させていただけませんか？私すいませんちょっと。はい、通知分の受け渡しだけなので、こっち側取っちゃいけないの知ってるよ、はい、なので向こう側で受け取るのだけやったらいいやん。あんたに肖像権ないでしょ。あ、逃げる。またえ待って、代理も逃げたら、あ、やっぱ映りたくないんやあんたは。大丈夫ですよ、人権施策推進課の課のスタッフとしてですから大丈夫ですよ。庄司さんとして映るわけじゃないから、ちょっと映っていただけないでしょうか。というか、じゃあ逆に今ここの人権部内で通知文を受け取るのに受け取っていただける方っていらっしゃるんですか？受け取っているいらっしゃる、受け取ってくださる方がいないんだったら、ちょっと松本さんを呼んでいただけませんか？このベルめっちゃ連打したい。いや、みんなここもう天才、もう最悪を固めた形。はい、いえ、わざわざ来てくださってるので記録に残したいんですよ、はい、なかったことにされるんで。じゃあ、 あのお顔が映らなければ大丈夫ですか？え、ダメな理由はない？理由がわかんないですけど、理由を受け取るというところだけ私がさせていただきたいと思いますので、うん、撮影するね。じゃあ東京都と人権部として要望書を受け取ったっていうところで記録に残しておきたいので、代理で私受けさせていただきますので、であれば松本さんも一度呼んでいただけませんか？要望書でしたら私が送っておきますが、お顔が映らない形でも難しいですか？手だけでも難しいですか？そんなにやばいの？なんでやばい？何がやばいの？何にビビってんのあんた？もうメディアはなんかその一切人権部のこの件に関して取材させるなみたいな通達が来てるんですか？俺も全部晒して一人で戦ってんで。でもあの実際あの撮影に応じられない理由がちょっとわからなくてですね、普通そのまあ、通知文の受け渡しなど人権部が受け取りましたっていう撮影はされるものじゃないですか。今回に限ってその庄司さんが、できないっていう理由がちょっとよくわからないんですけれども、あのご個人の考え方なのか、それともまあこの件に関しては、もう東京都として報道をメディア関東メディアのとか報道は一切させないみたいな方針なのか、ちょっとそこまで考えてしまいますので、どういった根拠でおっしゃられているのか教えていただけないでしょうか？あ、いや、これをそのイレギュラーではなくてレギュラーの対応にされるってことは、今後一切メディアのそのオフィシャルな撮影ができないということでしょうか？彼はまたロボットに戻ってしまった。ちょっと人間になったと思ったね。代理っていうので逃げてますね。
そうなんですよ。ちょっと今回のちょっと申し入れに関して、やはり責任、皆さんいつも通りだと思われてるかもしれないんですけど、ああ、またやってきてうるさいやつがって思われてるかもしれないんですけれども、事態が大きく変わったんですね。講義に参加しているふにさんについて、今オンライン上でヘイトスピーチや誹謗中傷が今起きてるんです。実際にそのことについてどうかきちんと考えていただけないでしょうか。これ別に全然嘘とかじゃないんですよ。今実際に起きてるんです。私270部印刷しました。270人の人から攻撃を受けるってどういうことか皆さん想像していただきたいんですけれども、私この間電車に乗ってその電車の車両にいる人何人かなって数えたんですよ。50人でした。270人ってことはほとんど満員電車だと思います。満員電車に乗ってその乗客の人全ての人から自分に対する容姿とか国籍に関とかルーツに関するすごく汚い言葉を言われてるわけですよ。それどういう状況ですか。本当辛いですよね。死にたくなりますよね。今そういう攻撃が実際起こってるんです。実際フニさんも体調悪くしてるんです。でこれについてなんとか対応できないことも考えてます。でそれについて人権部としては何も考えるところ応じるところはないんですか。あなた方が対応を改めて私たちと話す席を設ければもしかしたらこの攻撃はやむかもしれないですよ。でも今みたいに何て言うんですかね、この対応ですよ。無視、応じない、そうしたものが続くとすれば今後もっとオンライン上のそうした誹謗中傷ヘイトスピーチ加速するかもしれませんよ。それに対して誰も責任取れないですよね。今庄司さんがメディア撮影断られましたけれども、通知文を受け取りましたという写真が1枚オンライン上に残るだけでそうした加害が少し止むかもしれません。そういう抑止効果もあるかもしれないんです。それでも応じないですか。あなたたちは要は今路上で石を投げられてる人が来てるのに助けないっていうことをしてるんですよ。今ここでどなたかが動けば投げられた石が一つ止められるかもしれないです。抑止効果になるような写真が一枚発信できるかもしれません。候補が一枚発信できるかもしれません。それすら協力できない、石を投げられてる人をただ見ています。私たちは人権部がそういうことを言ってるんですよ今。何のために仕事をしてるんですか。これじゃ差別の助長じゃないですか。そうだ、東京都人権部が差別助長してどうするんですか。文章を受け取りたくないっていう表情が本当に人間っぽくてよかったね。それはちょっと受け取れないですって顔は本性だった。それは人間でよかったと思うよ。怖いよね、ああいうのを自分でもらっちゃうと。でも俺さらされ続けてるよ差別には。俺はあなたたちは公務員、公人、公の人、俺は詩人、プライベート。あなたたちは今もお金をもらって働いている。俺はプライベートを削ってなんとか差別をなくしてくれませんかって訴えに来ている。あなたたちはそれを無視して俺はずっと訴えている。この文章を受け取ってくださいって言った時にすげえ嫌な顔した。で俺はそういうあんたがした嫌な気持ちを毎日受けている。想像ができるとしたらそこだけだな。今接続部分はあの漢字受け取んのすげえやだべ。あれあの漢字覚えとけ。あれが生まれてからずっとあんだよ。生まれてから40年ずーっとあんの。お前この国にいいんじゃねえよっていう雰囲気が。
でもその雰囲気は分かった、よかった。一瞬でも。あの感じ。あの嫌な感じだよ。それをずーっと食らってんだ。いいよ、逃げて。辛いと思うから。俺だけでいいよ。東京都人権部が守ってるのって人権じゃなくて、もう全ての人の人権じゃなくて、単なる日本人の特権なんじゃないですか。私たち日本国籍者があぐらかいてる特権守ってるだけなんじゃないですか。そう言われてもしょうがないですよ、この対応。だから多分ヘラヘラ笑ってられるんだと思うんですよ、こういう話聞いて。同じ人権があるって思ってたら、このそういう対応できないと思うんですよね。自分たちには特権がある、守られていると思ってるから、こういう話聞いてもヘラヘラ笑ったり、違う仕事できるんだと思うんですよ。心が痛まないんだと思うんですよ。人権に基づいて仕事してくださいよ。東京都人権部なんだから。で、結局誰も受け取ってくれないんですか、今日の通知文。困ります、これはこれで。何度も言ってますけど、運動の状況も変わってるんです。これ本当 SNS 流したい。これ俺が帰れとかいう話じゃない、仕事しろって話になる。私たちの大変な大切な友人がヘイトスピーチとか誹謗中傷のターゲットになってるんですよ。私たちが運動したことによって、というか人権部がそもそもした判断によって起きた運動です。その運動に参加して抗議の声を上げたらオンラインで叩かれてるんですよ。それについて無関係だって言いたいかもしれないですけど、こちらとしては関係ない、なくないだろうあなたたちって話です。でそのことについて、ちゃんと示した文書を作ってきたので受け取っていただきたいんです。いやお前ら本当これ俺やりたくてやってると思ってんだろう。家で嫁とめちゃくちゃ揉めてんぞ。子供もめっちゃ泣いてんぞ。こんなことやめてって毎日言われてんぞ俺。何の得になんのと。攻撃の的になるからあなたはやめてと。嫁や子供に言われまくってるよ。やりたくねえんだよこれ。俺、マジで。子供に迷惑かかっちゃうなとか、嫁に迷惑かかっちゃうなと思ってるよ。だけど、それは違うなと。それこそあんたたちの思うツボだよ。ここは踏ん張んないと。って、嫁と子供に言ってる。だけど、どこまで通じるかわかんないよ、もう。実際きついもん、メンタルも。家庭もきついよ。でもやってんの。その気持ちわかんねえべ。いいよ。人権部内でこのその昨年のメールを情報漏洩とかそういうところで片付けないで、あれは差別が含まれていた、歴史の否定を含むもので適切ではなかった、そういう判断が行われて謝罪とか、社会の説明が行われればそれで済んだんですよ。でも行われなかった、行われないまま見過ごされてなかったことになりそうだったから私たちは声を上げたわけですよ。あなた方が自分たちの仕事をしてる課内で出た誤った言葉を、これは誤ったって素直に認めて社会に対して何か声明一つ出せばそれで片付いたんです。なんでそれができないんですかって話なんですよ。別に私たちに応じて席設けて話さなかったとしても、あのメールはおかしかった、謝罪します、もうそれだけが出れば私たちは、私たちもこの運動に賛同してくださる人たちも、まあ一応落ち着きますよ。でもなんでそれが出せないんですか。なんで説明できないんですか。なんで上映中止決定にすり替えて、もうセンターが全部説明したことですっていうような的外れな回答しかしないんですか。
いい感じ。あ、もう時間過ぎてるじゃないですか。すみません、ちょっと本当にもうリレートークの時間が始まっちゃうんで、どなたか受け渡しに応じていただけませんか。実際今日その受け取ってくださいましたっていう写真が出回れば、少しオンラインでそのね、ウニさんを叩いてる人たちも少し感触が変わると思うんですよ。あ、東京都ちゃんと相手してるんだみたいな、あんま叩きすぎてもやばいかなみたいになると思うんですよ。なんとかお力貸していただけないですか。貸していただけ。いや、東京都人権部、東京都人権部。すいません、ちょっといいですか。今ここでこういうことに対応するのは、先ほどの庄司さん、すみません、お名前お一人しかわからないのでごめんなさいね。まず松本課長は今どちらにおられますか。私もわからない。それはちょっと課として問題だと思うんですけど、まあそれはそれとして、ちょっとね、困ったことがあって、今日飯山さんが270人分のさっき話聞いて何のことか多分よくわからなかったと思うんですけれども、正直言うとね、何が起こっているかというと、ここにいるふにさんが都庁前でスピーチしたことに対してツイッターで誹謗中傷ヘイトスピーチがものすごいことになってるんですよ。で、これどういうことかというと、まず一つは東京都人権部にこういうヘイトスピーチがあるからどうしたらいいですかっていう相談に来ていることでもあるわけですね。ちょっとややこしいのは、ずっとお二人毎週来てるから、多分あ、またいつも同じこと言ってるんだろうと思ってそういう対応になってるんだと思うんですけど、で松本さんそれ途中まで話聞いて資料を持って向こう行っちゃったんですよ。だからとりあえずね、松本さんに渡した資料はこの人権部の中で共有してもらって、だって松本さんは何起こってるか知らないって言ってたから、多分他の方も知らないと思うんですよ。で、ただとりあえずかいつまんで言うと、もともと東京都人権部が引き起こしたことをきっかけとして、ヘイトスピーチが起こっている。丸めて言うとそういうことが起こっているんですよ。だから少なくともヘイトスピーチが起こったことに対しては人権部として無視はできないわけでしょ。これがあるわけです。申し訳ない。はい。いや、担当じゃないのもう分かってるのいいんですけど、ちょっとごめん、ちょっと待って、待って、庄司さん、それって途中で帰っちゃうと終わらないから、最後まで聞いて。申し訳ない。他の方の名前分かんないんで、庄司さんだけに言っちゃうのは申し訳ないんですけど。こちらは企画課が作ってるんで、企画課の方でもいいですよ。そこ、なんか話最後まで聞き終わる前にあるってどうなんですか、本当対応として。でしかもそのヘイトスピーチでさ起きてて、それに対してどうしたらいいですかっていうのも相談も含んでるんですよ、今回の申し入れは。対応しないってことなんですか、それに対して。本当はそこはね、分けてやらなきゃいけないところ、ちょっと途中で松本さんとの話が終わっちゃったのが、ちょっとね、最初の行き違いのところですごくタイミング悪いところで行かれちゃったので、こっちとしても僕今日初めて来てるんですけど、どうしたらいいのかわからないというのが最後になってます。正直なところでちょっとね、切りをつけないと。これすごく本当に平たく言うと、ヘイトスピーチの相談に来たにもかかわらず、その当事者が東京都に対する抗議運動をしてたから対応に差をつけた、対応しなかったってことになりますよ。それでいいんですか。いや、良くないと思います。東京都に対して抗議する人の人権は守られなくていいという態度を示していることになりますよ。笑い事じゃないですよ、本当に。なんか多分ね、今状況が把握できてないところだと思うんです。何が起こってるか分かってないと思うので、この後の展開を考えると、ここで少し一応話を聞いておくという形、そして要望書をちゃんと受け取っておくという形にしておかないと、東京都のヘイトスピーチにどう対応するかという対策の部分ですごく大きなことになるんですよ。ごめんなさい、直接担当じゃないから関係ないということなのかも、ここにいらっしゃる方そうなのかもしれないんですけど、最終的にはこれ人権部全体の話になるので、ここで少し誠実さを見せて、それは嘘かもしれないけど表向きの
役人的な見せかけかもしれないけど、でもそれでもそれをやっておくかどうかでこの後の展開が全然違うので、今すごく多分なんていうんですかね、もしかしたらもうなんていうんですか、こうしろって言われてる対応通りのことを皆さんしてるのかもしれないですけれども、都民の人権を守る、国民の人権を守る、そういう意味で言ったら本当に今起きていることは大きな問題に発展しかねないことですよ。そんなに今ここで人として対応したら、組織内で統一されているルールを破って対応したら、もっとひどい何かなんていうんですか、こう対応がこう人権部内であるんだとしたら本当にやばい組織だと思いますし、そんなところで人権は推進できないだろうなとも思います。職員の方の人権が守られてないような人権部だったら、3年したら部署変わるし一家じゃねえんだぞお前ら、うん、真剣に仕事してもしょうがねっかじゃねえんだぞお前ら。なあ、どうせ部署変わるしじゃねえよ、受け取らなかった事実はでかいことになる、うん、でかい事実だ、どうしましょうね、うん、これ相談拒否みたいな形になるんですか、うんうん、まあそうとしか取られないでしょうね。あの大丈夫ですか、本当に今日受け取らなくて大丈夫ですか、ちょっとその撮影が入るかもしれないということを理由として要望書を、スピーチをされた当事者も含めて来ているにもかかわらず受け取りを拒否はしたつもりはないかもしれないけれども、世の中に出るとこれは拒否したということにおそらくなる。それで大丈夫ですか、あのちょっと責任者が不在なのでね、なんでいねえんだと思ってるのかもしれないんですけど、とりあえずいない時には誰かが代理をしなきゃいけないし、あの人権部の責任の問題なので大丈夫ですか、それで。あの他聞こえてる皆さんも大丈夫ですか、まあ基本的には誰かがここ責任者いるはずなんですよね。今日いらっしゃる中でどなたかこの件の担当じゃなくて責任者っていうのはどなたになるんでしょうか。これ脅迫とかじゃなくて大変なことになります。脅迫じゃないです、ただ受け取らなかったことは大変なことになります。いいですね、脅迫じゃないです、事実で大変なことになります。撮影がなかったとしても今日受け取りはしないという理解でよろしいですか。東京都人権部は大変なことになる、撮影がなかったとしてもどなたも受け取っていただけないということでよろしいですか。今日はそうしました。ではあの今日は、今までの要求要望の項目に加えて当事者があの運動の抗議に加わっている方がヘイトスピーチと誹謗中傷のターゲットになっているということについて東京都に責任を応対を何らかの応対を求めるということを要望したけれども、それについては要望書の受け取り拒否があったということで、あのいろんな方に報告したいと思います。正直後でとぼけんなよお前、動いたからな、後で知りませんでしたはなしね、もう言ったから。撮影がなくてももう今日は要望書を受け取らないということでよろしいんですね。
ち上げとって、はい、撮影はあ編集するかなと。いや撮影してるかどうかいやしてるかどうか分かんないじゃないですか。いやでもちょっと撮影しあのされない少し話しましょう。あのねいちいち戻るとあのまあその運動にはなるかもしれないんだけどあのね少しここにいて話せばあの話って進むのでいちいち帰っちゃうからゼロに戻るんですよさっきから。ああもう撮影なしでも渡します、うん、どうしましょう。ここ読んでないんですよね。だから結局あ話しただけです。私はだからただこれ確か受け取った人件費も大変だろうなと思うんですよ。これに対応しなきゃいけなくなると思うんでどういう応対がしてくるのか、はい、渡しましょう。渡しますか。渡してこれを私だと、はい、でそれで対応する。でただし非常にその渡すまでに、うん、まあこういっぱい記録が残っているので、うん、じゃあ渡すだけで非常にあのこういう対応だった。